セントフィリップトリデ包囲戦は、米英戦争の最終盤、イギリス海軍とセントフィリップトリデに駐屯する、アメリカ軍守備隊との間の戦闘である。この包囲戦は、イギリス軍がニューオーリンズの戦いで敗北した直後の1815年1月9日から18日まで続いた。イギリス海軍は、ニューオーリンズを占領するために、ルイジアナ方面作戦を始めていた。しかし、 ニューオーリンズに達するためには、その地域にいる小さなアメリカ海軍戦隊、アメリカ陸軍の砦及び砲台を破壊することが必要だった。ミシシッピ川を守る平行斜辺型をしたセントフィリップ砦がそうした砦の一つだった。この砦には24ポンド砲29門、32ポンド砲2門、8インチと5.5インチの榴弾砲2門があった。 さらに13インチの迫撃砲1門と6ポンド砲もあった。大砲は全部で35もにあったことになる。アメリカ兵は、不評163名、白人と解放黒人の民兵84名、砲兵117名が、取りの守備隊だった。1814年12月、イギリス艦隊が、ルイジアの沖を接近しているという警報が、アメリカ軍に入った。このことで、 セントフィリップ砦守備隊は、ミシシッピ側と反対側の砲台など守備を固める、工作物の建設を始めることになった。その砲台は、上記三32ポンド砲2門と18インチ迫撃砲1門を置くことになっていたが、イギリス艦隊が到着した時には完成しておらず、戦闘の間に放棄された。取の三マイル下流に、信号所が設けられ、陸からの襲撃に備えて、 鳥の後ろ側を守るために、土盛り工作物が作られた。鳥の砲台の上にはある、種の障害物が建てられ、砲弾の金属片が砲手を傷つけるのを防ぐように、された。使い古された砲側は修繕され、あるものは外され、また鳥内の別の砲台に動かされた。古い火薬庫は破壊され、追加の火薬庫がいくつか建設されて、その上に、 木材や土を積み上げて保護された。これは、一つの火薬庫が破壊されたとしても、別の火薬庫を活用できるように考えられたものである。イギリス軍の陸上部隊は、信号書など、セントフィリップトリデリの地域を占領し、事実上陸からの補給線や通信線を遮断することになった。イギリス軍陸上部隊の勢力は不明である。イギリス艦隊は、スループオブオ一隻。 ブリック・オブ・オー一隻、スクーナー一隻、救砲艦二隻で構成され、さらに数は不明の武装ロングボート、武装バージ、ランチ、武装ギグがあった。アメリカ軍を指揮していたのは、ウォルター・エイチ・オーバートン少佐だったが、イギリス軍の指揮官は分かっていない。セント・フィリップ・トリデ法医船は、イギリス海軍がトリデに接近し、戦列を形成し、 漢報射撃の準備を行った1815年1月9日午前12時に始まった。砦では即座に炉に火が入れられ、感染に破壊的な効果を及ぼすことができる、灼熱弾の準備が行われた。午後1時、アメリカ兵が信号書を放棄し、急速に接近するイギリス軍陸上部隊に何も残さないために部分的に燃やされた。兵士は砦に向かい、 信号書は敵の手に落ちた。艦砲射撃に準備が続いていた。午後3時頃、イギリス軍はセントフィリップ砦の勢力をつかむために多くのボートを前面に送った。ミシシッピ川沿いのセントフィリップ砦砦の砲台2カ所から一斉砲撃があり、少なくともロングボートの一石に当たった。このことですぐにイギリス軍は探りを諦め、 鳥の川に面した大砲の勢力を理解することになった。イギリス軍の大型艦艇は大砲の射程外に動いた。イギリス軍の原則砲はアメリカ軍陣地から3960ヤード離れても砲撃できた。イギリス軍はアメリカ軍の強さを知った後の午後3時半に砲撃を始めた。第1弾は距離が足りず、第2弾は鳥の上で爆発した。 アメリカ軍指揮官によれば2分に1発が発砲され1月9日の終日続いた。戦闘の1日目、アメリカ軍に損失は出なかった。この戦闘の大半の時間に降った雨によって地面が濡れており、大量のイギリス軍砲弾は土の中にめり込み爆発しなかった。地中で爆発したものもあったが、地上のアメリカ軍に何の影響も与えなかった。同じ夜に、 イギリス軍の武装ボートが退去戻ってきて、砦に向かって数回武道弾や丸弾を放った。イギリス軍が砦にかなり近づいたので、アメリカ兵はイギリス軍士官が部下を指揮する叫び声を聞くことができたと言われている。これだけ近距離であれば、アメリカ軍不評は、その消火器でボートに座っている標的を容易に射撃することができた。アメリカ兵は、これが、 砲手の気をそらし、後でイギリス艦隊が砦かを過ぎるためのイギリス軍の罠だと考え、その銃火器を放たないよう命令された。イギリス軍の急砲艦、この包囲戦に使われたものと同系艦イギリス軍はアメリカ軍の気をそらすことができず、その夜はボート部隊も引き上げたが、長射程からの砲撃は継続した。翌日、イギリス軍は時折、ボートを前進させて、 砦を砲撃し、包囲戦が続いた。午前12時の砲撃は2時間続き、日没頃に前進と砲撃を組み合わせたものがやはり2時間続いた。3日目の1月11日、竜産団がアメリカ軍の軍機慶応柱に当たり、マストに上げ策を固定した。軍機が1時間ほど外されたので、イギリス軍はアメリカ軍が降伏を検討していると思うことになった。一時間後に、 軍機は修繕されて慶応柱につけられた。イギリス軍の砲撃をものともしない一人のアメリカ水兵が頭上で砲弾が炸裂する中をマストによじ登って軍機をつけるという離れ技を演じた。その水兵は怪我もなくこれをやり遂げた。午前12時と日没時にイギリス軍のボート部隊が再度前に出て攻撃した。イギリス軍ボート部隊による この攻撃パターンは包囲戦の間もずっと繰り返された。最初のロングボートの攻撃を除いて、アメリカ軍砲台は前進してくる敵のロングボートを砲撃したが、その大半は距離が足りなかった。1月11日夜、イギリス海軍は鳥の倉庫を火薬庫だと考えて砲撃した。数発の砲弾が倉庫の中まで通り 二発が爆発して、守備兵一人を殺し、他に怪我人も出させた。本当の火薬庫は被害を免れた。主火薬庫はいくらか被害が出たものの、爆発は免れた。1898年の戦闘フィリップ砦りイギリス軍は、この戦闘の始まり数日でその武器は、効果的でないことを理解し、一月十四日には、すべての砲弾を工夫して、取の上で爆発するようにさせ、 守備兵に厚く燃える金属片の網を降らせるようにした。この砲弾は効果があり、アメリカ軍はさらに死者や負傷者を出した。さらに砦の砲がもいくらか損傷させた。イギリス軍の砲弾はアメリカ軍の32ポンド砲2門を沈黙させることができたが、それも1時間足らずの間に修繕された。14日の夜、イギリス軍の砲弾数発が鍛冶屋を直撃して、 大きな損害を与えた。1月15日夜までにアメリカ軍守備隊は近くの森から取り出に持ち込んでいた備蓄木材を使って砲台周りに適切な防御工作を作り上げていた。火薬庫も新たに土を積んで補強された。ある時点でイギリス軍級砲艦が射程内に近づき、アメリカ軍の砲弾で損傷を受けてしばらくの間使えなくなった。16日朝、 寒暖ない雨によって、砦の中は水面下となり、家畜の池に近いものになった。守備隊のテントはすべて砲弾の破片で剥ぎ取られたが、使われてもいなかった。1862年のセントフィリップ砦同日、ニューオーリンズからアメリカ軍の補給船が砦に到着し、弾薬や新艦を運んできた。このことで、アメリカ軍の士気が上がり戦闘が始まった時よりもよく、 なっていた1月17日夜、さらに18日夜明け前も戦闘が継続した。砲弾がいくつかセントフィリップ砦の強壁に着弾した。一発は堀を通過して、両方の中央に達した。これが最後の攻撃になった。18日の1日を通じて、イギリス軍が砦から見える範囲に止まっていたが、再度の砲撃はなかった。 上陸部隊を引き上げさせ、1815年1月19日には、ニューオーリンズに向かう、別の水路を見つけるために、砦から遠ざかって、砦の破壊を諦めた。ニューオーリンズ市で、イギリス陸軍が敗北したことを知ると、イギリス海軍は、陸軍補強のための航海を中止した。1935年に空から見たセントフィリップ、砦セントフィリップ砦包囲戦は、 アメリカ軍の勝利に終わった。イギリス軍はニューオーリンズの陸軍補強を目指したが砦りかを通過できなかった。この包囲戦によりアンドリュー・ジャクソンは貴重な時間を得ることができ、イギリス軍による次の進攻に備えて部隊を再配置できた。砦は大きな損傷を受けたが人的被害は2名が戦死、7名が負傷しただけだった。イギリス軍の人的被害は不明であり、 急砲艦一隻と小さなボート数隻が損傷を受けた。イギリス軍の砲弾1000発以上が発射され、推計70トンの重量になった。包囲戦が終わった後、アメリカ軍は砦の土に爆発せずに残された敵弾100発以上を発見した。建物のほとんど全てが廃屋になった。砦周りの土地半マイルほどは砲弾の穴だらけになった。 このセントフィリップトリデ法医船に従軍した部隊の後継であるとする部隊が現在のアメリカ軍に3部隊ある。ありがとうございます。